ウルシカの卵の木、スリナム産昆虫変態図譜から、マリア・ジビーラ・メイリアンは、ドイツ生まれの植物や昆虫などを詳細に描いたイラストで知られる、画家で自然科学者でもある、芸術家としての名声に加え、蝶や蚊の変態を緻密な観察眼と描写力で描いた、彼女は昆虫学に多大な貢献をもたらした人物として高く評価されている。また彼女は、 その業績をほぼ独力で成し遂げた点から、自立した女性の代表例とみなされることもある。フランクフルト生まれ、マリアの父は、版画校であり、メーリアン出版社の経営者として知られる、スイス人、マテウス・メーリアンであったが、マリアが生まれた3年後に死去、オランダ人であった彼女の母は1661年に、生物画家のヤコブ・マーレルと再婚した。マリアはこの義父の導きにより、 絵画に興味を覚え、13歳の時に採集した虫と植物を題材とした水彩画を初めて描いた。義理の娘が持つ添付の際に気づいたヤコブは、マリアに指導する傍ら、絵の制作などのために自分がフランクフルトを留守にする。時は、弟子のアブラハムミグノンに面倒を見させ、その才能を伸ばした。当時を振り返り、マリアは、著書、スリナム山昆虫変態図譜にて、子供の頃は、 いつも、昆虫を調べてばっかりいました。最初は、故郷のフライクフルトで見つけたカイコでした。そのうち、カイコと同じように他のイモムシも、やがては、美しい蝶や蛾に変わることに気づいたのです。そして、イモムシを見つけて分かって、その変化の様を見続けたのです、と述べている。パロットチューリップ、オーリキュラ、アカスグリ、昆虫は、スグリシロエダシャクの成虫、幼虫と、 サナギ1665年、マリアは、岐阜の徒弟だったヨハン・アンドレアスグラフと結婚し、2年後には、最初の娘、ジョアンナ・ヘレナを授かったのを機に、ニュルンベルクに移り住んだ。その地でも彼女は、洋ヒシとアーザブに描いた絵の作成や、刺繍用図案の作成を続けた。それらは評判を呼び、たくさんの生徒に教えるなどで生計を助け、また彼女の知名度を押し上げた。 裕福な階級とも交流が生まれ、マリアは彼らの美しい庭園を見る機会を増やすことができた。訪問した庭園で、マリアは昆虫、特に芋虫と蝶のライフサイクル観察を始めた。当時の学者たちは、カトリック教会と密接に関連したアリストテレス学派の考えに基づき、虫は腐った泥から自然発生した生き物であり、悪魔の生物だという考え、 すなわち自然発生説を支持していた。この優勢な意見に、っ向対立すべく、マリアは、イモムシが、蝶に至る、実際の変化を綿密に調査し、餌となる植物や昆虫がさなぎに変わる過程を、詳細に記録し、それぞれの段階をスケッチした。この考えは異端ともみなされ、魔女の権威がかけられそうになったとも言われる。しかしこの頃から彼女は、 単なる画家か,から科学者への変貌を始めていた。1675年、マリア28歳の時に、この最初のスケッチブックが、ノアス・ブルーメアンブク第1巻として発売された。二人目の娘、ドロサ・マリア誕生の翌年となる1679年には、ヨーロッパ三輪種類、その変態と植草を発売した。この本では、違う、種の蝶が成長する様を、 餌とした植物と一緒に一枚の絵で紹介されている。この頃には、アントニファンレーウェンフックとも信仰があり、彼の顕微鏡を借り受けて、研究をしたとも言われている。1681年岐阜が亡くなり、マリアは、相続争いに巻き込まれる。土地建物、作品国や蔵書、そして貯蓄などについての遺言が残されていなかったため、遺族は権利を主張しあって、訴訟にまで発展した。 そのため、マリア一家は、フランクフルトに戻らざるを得なくなった。この煩わずらしい問題は長引き、やっと解決にこぎつけたのは1685年、38歳になっていたマリアは、関係がこじれた夫の元を去り、母と娘と共に、オランダ北部フリースラント州のラバディ派宗教コミューンに身を寄せた。やがて不況のため、当時オランダ領であった南アメリカのスリナムに渡り、 当地の政治家コーネラス・バン・ソマルズ・ダウシュが所有する家に移り住んだ。ここで彼女は南アメリカ熱帯の動植物を調べて過ごした。1690年母が亡くなると、マリアは娘たちを連れてオランダに帰国し、アムステルダムに住んだ。その2年後には夫と正式に離婚したスリナム・オランダで、マリアのスケッチは同時代の科学者などから注目されていた。そのつてもあり、 彼女は、当時のアムステルダムに収集されていた、現在のインドネシア地域にあたる東インド諸島や、カリーブ海の西インド諸島などからもたらされた数々の動植物を見て回ることができた。東インド協会会長でもあったアムステルダム市長の、ニコラースウイツセン博士、秘書のヨナシ周一セン、医学、解剖学、植物学博士のフレデリクス医師、リビヌス・ヴィンセントなど多くの著名人が彼女に、 コレクション閲覧のビ無を図った。それらの美しさはマリアを魅了し、また、種類の膨大さは彼女を圧倒した。そして、多くの昆虫の発生や生殖が未だ解明されていないことを知り、芋虫からさなぎを経て、成虫となる過程についての興味をより強く、掻き立てられた。ガの一生、スリナム産昆虫変態図フから、1705年カズトメの娘ジョアンナは、 商人のジェイコブ・ヒロルトと結婚し、スリナムへ移住すると、六百九十九年、友人たちの反対を押し切ってマリアは、アムステルダム市からの資金援助を受け、二人目の娘、ドロサと共に、ジョアンナ夫婦を訪ね、スリナムに向かった。三ヶ月かかる小船での旅程を経て、五十二歳のマリアは、再び、スリナムに降り立った。そして当地に登留し、熱帯雨林の気候をものともせず、 植民地周辺の固有動植物をスケッチして、マーっては、それらの名称や土地での用いられ方などの詳細を記録した。その過程で、オランダ人農場経営者たちが、土地の人々を酷使する様を目の当たりにし、これを強く批判もした。1701年、マリアはマラリアに感染してしまい、オランダへ帰国せざるを得なくなった。スリナムでのマリアの積極的な活動は2年間にわたった。 オランダに戻ると、マリアは、彼女が収集した、標本類を売り払い、スリナムでの活動をまとめた、ホリバンを出版した。1705年には、スリナムの昆虫類についてのデサイ式動版画集、スリナム山昆虫変態図符を出版した。これは後に12枚の図を追加し、ディサーテイシオでゲネラチオネイメトモリドホーザベス、インセクトレムスリーナマンジームとして再版された。 本書のフランス語訳は1726年に出版されている昆虫のスケッチイラカアームオートスからしかし1715年マリアを脳梗塞が襲った治療に当たったが部分的な麻痺は解消されず継続していた仕事に支障をきたすようになってしまった晩年彼女の名は貧困者登録簿に見られその生活は貧窮にあったと思われる1717 17年 マリアは世を去った。彼女の墓は、アムステルダムのベリードンホフ墓地にある。彼女の死後、娘のドロサは、母の仕事をまとめ、イラカアームオートスアリメントムイパラドクサメタモルフォーシスを出版した。植物画家として、キャリアをはじめ1600年内後半に3冊のホリバンを出版したマリアは、やがてその視点に生物を加え、昆虫の変態が進む経過を明らかにした。当時、 泥から生まれる悪魔の動物という悪評を受けていた。昆虫に知的好奇心を向けることは稀であり、一部の学者が少々気づく程度でしかなく、一般には全く未知であったその生態に着目した、彼女の着眼点は革新的だった。マリアが観察し、描きまとめた186種類にも上る昆虫のライフサイクルはそれまでの常識を覆し、 ドイツ語で出版されたヨーロッパ三輪種類。その変態と食草は貴族など上流階級を中心に広く知れ渡った。しかしながら公式な科学論文はラテン語で執筆されるのが常であり、彼女の業績が科学者たちに正当に評価されることはあまりなかった。スリナム産昆虫変態図布からマリアは実際に観察することで洞察や理解を深め新たな発見ももたらした。 例えば、イモムシが蝶になるまでの各過程において、食物とする植物の種類は決まっており、そのために卵が産み付けられる場所も限定的になる事実を見極めた。自然科学研究において、このような観察手法を重視する学者は当時ほとんどおらず、彼女はこの点でもパイオニアの一人と言える。彼女のハンとは、この植物と昆虫との関係。 昆虫の境地的成長段階の二つの要素を一枚にまとめて描写したことでも画期的だった。鳥を捉えた雲の絵を含むハント、スリナム山昆虫変態図譜からスリナムでの観察と研究は、高齢な女性の身である彼女の特筆すべき努力によってなされた。通常ならば、未開の植民地で行う、昆虫採集は定住するなりして行うべき、長期間をかける。 マリアは周囲から浴びせられる会議の視線に同じず、驚くべきスピードで新種の昆虫や植物類の発見を次々と成し遂げた。さらに収集したサンプルやスケッチなどを綿密に検討を重ねて分類し、詳細な説明を加えた。これによると、一分類として、サナギの産む、昼に活動する蝶、夜に活動する輪に区分し、さらに二分類として、 ウジやワーム、ハエやハチをそれぞれ区分している。彼女は発見した動植物に新たに名前をつける際、先住民族の呼び方を尊重して多く用いた。これらの分類や名称は現代に引き継がれている。また、トタテグモアモクの名称はマリアのスケッチから作られた堀湾にある鳥を捕らえた雲を語源としているのではと推理されている。ただし、 実際にこの雲が鳥を捕食するかどうかは確認されていない。ワニと毒蛇、マリアの描いた植物、蛇、クモ、イグアナや熱帯のカブトムシなどの絵は美術として高く評価された。スリナムさん昆虫変態図布は貴族や富豪からロシア皇帝ピョートル一世も購入した。ナポレオンやゲーテも絶賛したと言われる。この本は今日でも世界中の皇家にとって 憧れの的となり、現象はに、500万円以上の売り値がついている。また、カエルの自然史を表した、生物画家、レーゼル・ホン・ローゼンホフにも多大な影響を与えた。マリアのハントは、ベルリン王立時期生当初、マイセン、ヘキスト、リヒター・ポーセレンなどが制作する陶磁器のモチーフとして、よく採用されている。マイセンでは、最高の絵付け師が制作した。 最上級の花絵を示す FF、ブルーメアマラーイの称号が付けられた、高級品が多い。500ドイツマルクのメイリアンの肖像を20世紀後半には、マリアの業績は広く評価されるようになった。特に生まれたドイツでは高く、ユーロに統一される前のドイツ通貨では、彼女の肖像が500ドイツマルク紙幣に用いられ、1987年9月17日には0.4ドイツマルクギッテにも、 使われた。彼女の名を冠した学校も多い。2005年にはドイツのバーネムンデから出港した海洋調査船に彼女の名、RV、マリア・エス・メリアンが付けられた。水生植物と昆虫パイナップルの木とアミハネメビワハゴロモの一生。ありがとうございます。